テスト37、ランクの範囲内のもの。列をなす整列者たちの一乗にかけて、誓う。2。また、力強く追い立てる者たち。そして、教訓を読唱する者たちにかけて、の一乗。人々よ、本当にあなた方の崇拝アスタリスクすべきは、ただお一方。諸天と大地とその間にある物の主アスタリスク、いくつもの東の一条の主。本当に我らアスタリスクは、最下層の天を、星々という装飾で飾った。反抗的な、あらゆるシャイターンアスタリスクからの護衛のため。彼ら、シャイターンアスタリスクは、天の最上層の貴人たちである天使アスタリスクたちが、啓示について話すことに聞き耳を立てては、あらゆる方向から流星で撃たれ、それを阻止され、彼らを放逐すべく、そして彼らには来世で常なる懲罰がある。ただし、話をさっとかすめ取り、貫く流星によって追尾されるものは別である。の一条。地とアスタリスクよ、彼ら復活を否定する者たちに聞いてみよ。一体彼らがより強力なのか、それとも我らアスタリスクが創造したこれらのものか。本当に我らアスタリスクは、彼らのフソアーダムアスタリスク、おネバネバするデードから作ったのだぞの一条。いや、死とアスタリスクよ、あなたは、彼らが復活を否定することに、驚いた。彼らは、あなたの言葉を、嘲笑している。また喚起させられても、教訓を得ない。そして、あなたの預言者アスタリスク星を示す、未兆を見れば、嘲笑する。また、彼らは言った。これは紛れもない魔術に外ならない。一体、死んで土と骨と化した後で、本当に私たちが蘇らされる身であるなどというのか。そして、私たちの昔のご先祖様たちも。地とアスタリスクよ、言ってやれ、ああ、あなた方は蔑まれたものとなって、蘇らされる。それは、ただの一声の一乗に過ぎないのだぞ。するとどうであろうか、彼らは、蘇って、復活の日アスタリスクの恐怖を、目の当たりにする。そして彼らは言う、我らが災いよ、の一乗これは報いの日アスタリスクだ。すると、彼らに言われる、これが、あなた方が、現世で、嘘呼ばわりしていた採血の日の一条である。二。そして天使アスタリスクたちに、こう言われる。不正アスタリスクを犯した者たちと彼らと同様の者たちの一条、そして彼らが崇めていた者たちを召集せよ。アッダーアスタリスクをよそに、崇めていた者たちを。そして彼らを、地獄の道へと案内せよ。また、地獄に入る前に、彼らをとどめよ。実に彼らは、現世での言動について、問われる者たちなのだから。の一条。そして彼らには、こう言われる、あなた方が互いに助け合わないのは、どういうことか。いや、彼らはその日、アッダーアスタリスクのご命令に、降参した者たちなのだ。彼ら、不信仰者アスタリスクは互いに近づき、質問し合う。彼ら、他人に倣って不信仰者アスタリスクとなった者たちは、自分たちを不信仰へと主導した者たちに、言う、
本当にあなた方は、私たちを迷わせるべく、右側から私たちのもとにやってきていたの一条。二、彼ら、不信仰へと主導した者たちは、言う、いや、あなた方は、そもそも、不信仰者、となるべきもの、ではなかったのだ。また、私たちには、あなた方を信仰から阻むことにおいて、あなた方に対するいかなる、正当な、根拠の一条もなかった。いや、あなた方は放埓な民だったのである。それで私たちに対して、我らが主アスタリスクの御言葉の一条が実現したのだ。本当に私たちは、まさしく、懲罰を味わう者たちなのである。そして私たちは、あなた方を、正しい道から、逸脱させた。本当に私たちは、誤った者たちであった。復活アスタリスクの、その日、本当に彼らは、全員、共に懲罰の中にある。本当に我らアスタリスクは罪悪者たちに対し、このようにするのだ。実に彼らは、アッダーアスタリスクの外に、崇拝アスタリスクすべきいかなるものもない、と言いなさい、と言われたとき、そうせずに、おごり高ぶっていた。そして、彼らは言うのだ、一体、本当に私たちが、疲れたの一条詩人、ムハンマドアスタリスクのこと、ゆえに、自分たちの神々にを捨て去ろうか。いや、彼、ムハンマド・アスタリスクは真実を携えてやってきたのであり、彼以前に使わされた予言者アスタリスクたちがアッダーアスタリスクについて伝えたことを確証したのだ。本当にシルク・アスタリスクの豊、あなた方はまさに痛ましい懲罰を味わう者たちである。そしてあなた方が来世で報われるのは自分たちが現世で言っていたことによるもの以外の何者でもない。ただし、聖戦されたアッダーアスタリスクの僕たちの一条は別であるが、それらの者たちには周知の糧の一条がある。それは果実であり、彼らは厚遇される者たち。安寧の楽園で、互いに向かい合いつつの一条、寝台の上に、酒の湧き水からの杯が彼らに回される。その杯は白く、飲む者たちにとって馬なもの。そこには、頭や腹の痛みもなければ、それゆえに理性を失うこともない。また彼らのもとには、自分の夫だけに視線を定めたの一条、麗しい目の女性たちがいる。彼女たちはまるで、秘められた卵の一条のよう。彼らは互いに近づき、現世における彼らの状態について、質問し合う。彼ら、天国の民、のうちの、ある者は言う、本当に私には、現世で、つきまとう者の一条がありました。彼は、こう、言っていました、本当にあなたは、復活を、信じるというのか。死んで土と骨と化した後で、本当に私たちが、蘇らされ、自分の行いで、報われる身であると。彼、天国の民のある者は、仲間たちに、言う、あなた方は、現世で付きまとっていたその者の結末を、見てみますか？それで見てみると、彼が地獄の真ん中にいるのを目にする。彼は、現世で付きまとっていたものに、言う、アッダーアスタリスクに誓って、
本当にあなたは、私のことを、信仰の妨害によって、まさしく、破滅へと、転落させるところだった。そしてもし、信仰という、我が主アスタリスクの恩恵がなければ、私は、あなたと共に懲罰へと、連行されるものとなっていた。私たちは、永遠に安寧を味わうものであり、死に行くものではないのではないか。ただ、現世で一度の死だけを味わったのみであり、天国に入った後、私たちは罰されることなどないのではないか。本当にこれこそは、まさに偉大なる勝利。このようなものの獲得のためにこそ、権業者たちは、現世で権業するがよい。の一条。一体それが、より良いごもてなしなのか、それともザックームの木の一条か。本当に我らはそれを、不正アスタリスク者たちの試練としたのだ。実にそれは、地獄の奥底に生え出る木。その実は、あたかもシャイターンアスタリスクの頭のように醜い。本当に彼ら、シルクアスタリスクのとは、まさしくそこから食べ、それで腹を満たすことになる。それから彼らの戻り場所こそは、まさに過酷なのだ。本当に彼らは、自分たちの先祖が、シルクアスタリスクを犯して、迷っているのを認め。その後をたどって急ぐのだから、そのような結末となったのである。彼ら以前にも確かに、昔の人々の多くが、真理から、迷った。そして我らアスタリスクは確かに、彼らに警告者たちを使わしたのである。ならば、見てみるがよい。警告された者たちの結末がいかなるものであったかを。ただし、聖戦されたアッターアスタリスクの僕たちの一条は別であるが。ただし、聖戦されたアッターアスタリスクの僕たちの一条は別であるが。ヌーフアスタリスクは確かに、我らアスタリスクに呼びかけたの一条、彼に答えられるお方の、何とまさしく素晴らしいことか。そして我らアスタリスクは、彼とその家族をこの上ない苦悩の一条から救った。また、我らアスタリスクはその子孫を溺れずに生き残るものとした。そして後世の人々のうちに、彼への賛美を残しておいた。の一条。全創造物において、ヌーフアスタリスクに平安を。の一条。本当に我らアスタリスクはこのように、善を尽くす者の一条たちに報いるのだ。実に彼、ヌーフアスタリスクは、信仰者である我らアスタリスクの僕たちの一人である。それから我らアスタリスクは、信仰者ではない他の者たちを溺れさせた。また、彼、ヌーフアスタリスクの党派の一条の一人が、まさしくイブラーヒームアスタリスクである。彼が健全な心の一条とともに、その主アスタリスクの大元へやってきた時にのこと。彼がその父と民に、こう、言った時、あなた方は、何をあがめているのですか？でっち上げ、つまりアッターアスタリスク以外の神々の一条を、あなた方は求めているのですか？全創造物の主アスタリスクについての、あなた方のご推測はいかがなものなのですか？の一条。そして彼、イブラーヒームアスタリスクは、
星々の方へと視線をやると、の一条。民に言った、本当に私は、病気なのです。こうして彼らは背を向けて、リブラーヒーム・アスタリスクを後に立ち去った。それから彼、リブラーヒーム・アスタリスクは、彼らの神々、彫像のところへ赴き、侮んで言った、あなた方は、供え物の食事を食べないのか？あなた方が喋らないのは、どういうことか？そして彼は右の手で殴り、壊し、つつ、それらを回った。こうして彼ら、民は、彼、イブラーヒーム・アスタリスクのもとに、駆け足でやってきた。彼、イブラーヒーム・アスタリスクは言った、一体あなた方は、自分たちが得たものをあがめるのですか？アッダー・アスタリスクがあなた方と、あなた方が行うものの一条をお作りになったというのに。彼らは言った、彼のために建屋を建てて、そこに火をつけ、彼を地獄の中へと放り込んでしまえ。の一条。こうして彼らは彼、リブラーヒーム・アスタリスクに策略を望んだが、我らアスタリスクは彼らを敗北者とした。また、彼は言った、私はまさしく、我が主アスタリスクの大元へと赴くの一条者である。彼は私を、お導きくださろう。我が主アスタリスクよ、私に正しい者アスタリスクたちから、のものとなる子供を、お授けください。それで我らアスタリスクは、彼に、寛大な、ものとなる、男児、イスマーイール・アスタリスク、の吉報を伝えた。こうして、彼、イスマーイール・アスタリスクが彼、リブラーヒーム・アスタリスクと共に働くようになるまで成長したとき、彼、リブラーヒーム・アスタリスクは言った、息子よ、実に私は夢で、私がお前のことをほふるのを見るの一条のだ。ならば、お前はどう思うか、考えてみるがよい。彼、イスマーイール・アスタリスクは言った、お父さん、あなたが命じられることをしてください。あなたはアッダーアスタリスクがお望みなら、私が忍耐アスタリスク強いものであることを見出すでしょう。こうして彼らが、主アスタリスクのご命令に、服し、彼、イブラーヒーム・アスタリスクが彼、リスマーイール・アスタリスクを、こめかみを地面につけて横向きに倒したとき。我らアスタリスクは彼に呼びかけた、イブラーヒーム・アスタリスクよ。あなたは確かに夢を確証した。身に我らアスタリスクは善を尽くす者の一条たちに対し、このように報いるのだ。本当にこれこそはまさしく、紛れもなき試練であった。そして我らアスタリスクは彼、リスマーイール・アスタリスクを、この上ない犠牲で償った。の一条。そして後世の人々のうちに、彼への賛美を残しておいた。の一条。イブラーヒーム・アスタリスクに平安を。の一条。本当に我らアスタリスクはこのように、善を尽くす者の一条たちに報いるのだ。実に彼、イブラーヒーム・アスタリスクは、信仰者である我らアスタリスクの僕たちの一人である。また我らアスタリスクは彼、イブラーヒーム・アスタリスク。に、後に、正しいものアスタリスクの一人である預言者アスタリスクとなる、イスハーク・アスタリスク、誕生、の吉報を伝えた。そして我らアスタリスクは、彼、イブラーヒーム・アスタリスク、とイスハーク・アスタリスクを祝福した。
彼ら二人の子孫には、善を尽くす者の一条もいれば、自らに明らかな不正アスタリスクを働く者もいる。また我らアスタリスクは確かに、ムーサーアスタリスクとハールーンアスタリスクに、預言者アスタリスクとしての使命という、恵みを授けた。そして彼ら二人とその民、イスラーイールの子らアスタリスクを、この上ない苦悩の一条から救った。また我らアスタリスクは彼らを助け、彼らはまさに、フィルアウンアスタリスクとその民に対する、勝利者となった。そして我らアスタリスクは彼ら二人に改名の経典の一条を授け、彼ら二人をまっすぐな道、イスラームアスタリスク、へと導いた。また後世の人々のうちに、彼ら二人へ、の賛美を、残しておいた。の一条。ムーサーアスタリスクとハールーンアスタリスクに平安を、の一条。本当に我らアスタリスクはこのように、善を尽くす者の一条たちに報いるのだ。実に彼ら二人は、信仰者である我らアスタリスクの僕たちのうちのものである。また実にイルヤースアスタリスクは、まさしく、預言者アスタリスクとして、使わされた者の一人であった。彼がその民に、こう、言ったとき、一体あなた方は、アッダーアスタリスクを、恐れアスタリスクないのか。一体あなた方は、バールの一条に祈り、想像する者のうちでも最善のお方、アッダーアスタリスク、をほったらかしにするというのか。アッダーアスタリスクを、つまりあなた方の主アスタリスクであり、あなた方の昔の先祖の主を、そして彼らは、彼、イルヤースアスタリスク、を嘘つき呼ばわりした。故に、本当に彼らは、復活の日アスタリスク、必ずや、懲罰へと、連行されるものとなる。ただし、聖戦されたアッダーアスタリスクの僕たちの一条は別であるが。また我らアスタリスクは、後世の人々のうちに、彼へ、の賛美を、残しておいた。の一条。イルヤース院の一条に平安を、に。本当に我らアスタリスクはこのように、善を尽くす者の一条たちに報いるのだ。実に彼、イルヤースアスタリスクは、信仰者である我らアスタリスクの僕たちの一人である。また、実にルートアスタリスクは、まさに、預言者アスタリスクとして、使わされた者の一人であった。の一条。我らアスタリスクが彼とその家族を、みんな救い出した時のこと。ただし、残って滅ぼされた者たちの一人であった老女の一条だけは、別だったが。それから我らアスタリスクは、信仰者ではない他の者たちを滅ぼした。そして、マッカアスタリスクの民を、本当にあなた方はまさしく、彼ら、ルートアスタリスクの民の元を朝に通り過ぎている。の一条。また、夜にも、一体、あなた方はわきまえないのか。また実にユーヌスアスタリスクは、まさに、預言者アスタリスクとして、使わされた者の一人であった。彼が、自分の民に立腹して、満載の船へと逃げた時のこと。の一条。そしてくじ引きをし、彼、ユーヌスアスタリスクは負けたうちの者となった。の一条。こうして、ユーヌスアスタリスクは海に落とされたが、大魚が彼を飲み込んだ。彼は咎められるべきものであった。
もし彼が、アッダーアスタリスクを、よく称えるアスタリスク者の一人でなかったなら、の一条。彼らが蘇らされる、復活アスタリスクの、暇で、その腹の内に止まったことであろう。の一条。こうして我らアスタリスクは彼を、大魚の腹の内から、弱り切った状態で、不毛の地に放り投げた。そして我らアスタリスクは彼の上に、ブリの木の一条を一本、生やしてやった。また我らアスタリスクは彼を十万人、いや、それ以上、の民、へと使わした。の一条。そして彼らは信じ、我らアスタリスクは彼らを、彼らに死が訪れる。その時まで楽しませておいた。ならば、死とアスタリスクよ、彼ら、マッカアスタリスクの不信仰者アスタリスクたち、に尋ねよ。一体あなたの主アスタリスクには娘があり、彼らには息子があるのか、と。の一条。それとも、我らアスタリスクは彼らが立ち会う中、天使アスタリスクを女として作ったのか。本当に彼らはでっち上げて、まさに、こう、言っているのではないか。アッダーアスタリスクは子供をお産みになった。本当に彼らは、まさしく嘘つきなのだ。一体彼が、息子を差し置いて娘をお選びになったというのか。一体、あなた方はどうしたことか。あなた方はいかに、不当な、決め方をするのか。一体、あなた方は教訓を受けないのか。いや、一体あなた方には、そのような主張への、紛れもない証拠でもあるというのか。では、あなた方の経典を持ってきてみよ。もし、あなた方が本当のことを言っているのなら。彼ら、シルク・アスタリスクのと、は、彼、アッダー・アスタリスク、とジーン・アスタリスクの間に近親関係を設けた。そしてジーン・アスタリスクは確かに、彼ら、シルク・アスタリスクのと、が、復活の日アスタリスク、懲罰へと、まさしく連行されることを、知っているのだ。の一条。彼らの言うようなことから、無縁な、アッダーアスタリスクに称えアスタリスクあれ。の一条。ただし、聖戦されたアッダーアスタリスクの僕たちの一条は別であるが。二。シルクアスタリスクのとよ。本当にあなた方と、あなた方が、アッダーアスタリスクを差し置いて、あがめているもの。あなた方はそれゆえに、誰かを、迷わせる、ことができる、ものではない。不信仰ゆえに、地獄に入り炙られる、ことになる、とアッダーアスタリスクによって定められた、ものを除いては。天使アスタリスクたちは、言う、私たちのうちで、天に、特定の持ち場の一条がない者はいない。私たちこそは、まさしく、アッダーアスタリスクに仕えるため、整列する者。そして本当に私たちこそは、アッダーアスタリスクを、称えるアスタリスク者。預言者アスタリスクよ、あなたが使わされる前、本当に彼ら、マッカアスタリスクの不信仰者アスタリスクらは、こう、言っていた。もし私たちのもとに、昔の人々からの教訓の一条があったならば、私たちは、聖戦されたアッダーアスタリスクの僕の一条であったのに、しかし彼らは、死とアスタリスク、ムハンマドアスタリスクがクルアーンアスタリスクを携えて到来したとき、それを否定した。ならば、彼らは、来世での自分たちの結末を知るであろう。使
わされたものである我らアスタリスクの僕たちには確かに、彼らが理論と力によって勝利するとの我らアスタリスクの言葉が、すでに定められている。本当に彼らこそは、援助されるもの。また本当に我らアスタリスクの軍勢こそは、勝利者。ならば、死とアスタリスクよ。その時まで、彼らから背を向けよ。の一条。そして彼らが、そんな目に遭うか、を見ておけ。そうすれば、彼らはやがて、懲罰を、見ることとなろう。一体彼らは、我らアスタリスクの懲罰を請求に求めるのか。の一条。そしてそれが彼らの庭に到着するとき、警告されていた者たちの朝は、なんと忌まわしいことだろうか。の一条。ならば、死とアスタリスクよ。その時まで、彼らから背を向けよ。の一条。そして彼らが、どんな目に遭うか、を見ておけ。そうすれば、彼らはやがて、懲罰を、見ることとなろう。彼らの言うようなことから、無縁な、あなたの主アスタリスク、牽制の主アスタリスクにたたえアスタリスクあれ。また使わされた者たちに、平安を、の一条。そして全創造物の主アスタリスクアッダーアスタリスクに、称賛アスタリスクあれ。